はい、皆さんこんにちは、横山です。今回は、石川県金沢市の、長町武家屋敷郡にやってまいりました。パチ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 。ここをまっすぐ行くとね、小山神社なんですね。金沢城の方ですね。そこからですね、500メートルぐらいね、来たところに、長町武家屋敷郡があります。じゃあね、ちょっとね、歩いていきたいと思います。早速ですね、ここに足軽資料館っていうね、足軽の資料館がありますね。ちょうどこの道はね、この用水沿いにあるんですね。大野省用水っていうね、用水沿いに建物がね、立ち並んでますね。金沢市足軽資料館っていうのはこれですね。入場無料。武家の家は広い敷地を囲う土塀が道に沿って、長い連なりを見せ、入り口には価格に応じた門構えが設けられていますと。これらの屋敷構えは、武士階級にだけ許されたものであり、当時のたつの舞を今に伝えていますということですね。足軽っていうのはね、お侍さんですけど、どちらかというとね、下の方の、まあ、位というかランクのね、方々ですよね。足軽。今ね、ちょうどここですね、足軽資料館の前ですね。ここに小山神社がありまして、金沢城この辺なんですね。こうまっすぐ来たところからね、この用水沿いにこう広がってるわけですね。長町武家屋敷跡界隈ですね。ここに病院がありますね。あそこに新聞社ね、でっかいビルが建ってますね。やっぱ地方新聞社っていうのはね、その地方で非常にこう勢力を持って影響力ありますよね。この川のせせらぎがね、いいですね。ここに高田家跡というね、加賀の旧加賀藩士の、ね、高田家の跡があります、ね、入館料無料ですね。長屋門。中元部屋。
灰色のベンディングマシンです。ちょっとあの京都の上賀茂神社のね、あの鮭の家あたりに似てますね。なんかね、こういう用水路があってね、まあそこは神主さんのね住んでるところですけど、まあここは元ね武家屋敷ですね、お侍さんが住んでたと。これは何でしょうね、これは休憩館ですね、長町の部屋敷休憩館ですね。まあ一服するところですね。野村家、武家屋敷だと野村家ですね。直臣として従った野々村家。ここにはお菓子屋さんです。和菓子ですねこれね、寒天ですね、寒天美味しそうですねこれね。今ちょうどここですね、この足軽資料館からずっと歩いてきて今ここですね。まあ、用水路ってことですから、まあ、人工的にね作られた用水ですね。まあキャナルって言ってもいいんじゃないでしょうかね。タニ焼きの店がありますね。ポーセリンショップ、タニ焼き。この石畳がねいいですね。カフェがこんなところにありますね。またいい感じで、こちらの灯籠は創業当時から赤穂として店先に置かれていたもので、表面に九谷の焼き物の絵柄が彫り込まれていますね。ああこれですかね。
非常にこう風情がありますね、この辺はね。もういかにも武家屋敷って感じで、石畳に、まあ、こういったね、古いこの壁ですね、これね。土塀でしょうね、これね。で、この用水ね、この川のせせらぎ。まあ、さすがに鯉はいないですね。島根の諏訪野とか行くとね、こういうところで鯉を泳いでたりするんですけど、まあ、さすがに鯉はいないですね。佃煮屋さんですね。あとオフですね、これね。金唾オフですね。長町青木クッキングスクール、でここにですね、金沢市老舗記念館というね、まあ、博物館みたいなのがありますね。でこっちが、前田土佐の神家資料館っていうね、まあ武家の加賀藩の武家のね、その博物館になりますね。前田土佐の神家資料室。侍ミュージアムって書いてありますね。まあおそらく甲冑等がね展示されてるんでしょうね。伸びゆく子。名も長丁の学び矢の誉れを長く世になさん。あ、なんかあれですね、昔のその商いのね、その展示をしてますね。商いの様子がわかりますね。はい、ということでですね、今回は、石川県、金沢市のですね、長町、武家屋敷、郡ですね、武家屋敷を散策しました。
まあ、武家屋敷とかね、こういう感じの風景がね、好きな人がよろしいかと思いますんで、金沢来たらね、ぜひ、散策をしてみてください。